まして7番小島慶治や4番の山口浩二、この両者も上昇を見せます。さあ久しぶりに決勝進出となった7番小島慶治の動向もポイントですが、武田豊樹、飯島の隆起、両者が少しインでテイクを取っていきますが、一旦村上義弘カクラで抑えてきますが、さあ村上と武田豊樹の主導権争いはうまく3番の村上義弘が制するか。1番の武田は下げますが、今度は8番のカクラを飛ばしてうまく2番手キープだ。1番武田、そして9番の飯島の隆起が3番手、その後ろからは5番の小倉切り替えていきますが、6番の姿和道と2番の伏見俊明、東北勢がこれを見て抱きます。再び1番車の武田が2番手ブロックを見せます。先頭3番村上、後ろに1番の武田豊樹、6番の姿伏見もここは少し追わずに外展開浮いた格好ですが、さあ今度は2番の伏見、さらに7番車の小島慶一と4番の山口浩二、一気に中部勢がまくり切った。7番の小島慶一、4番の山口浩二、さあ中部でワンツーになりそうか。先頭7番小島慶一、詰める4番の山口浩二が変わらないか。7番小島だ、7番4番、そして2番です。あとは1番の武田、伏見が3着。